Space Monkeys TV。 はい、皆さん、オセロニアです。がっつりハマっちゃった。さあやっていきましょうか。新しいイベントとガチャが始まっています。ガチャやりましょう。ガチャやろう。今日はガチャやろう。貯めた66個。ですね、これね、練習バトルの方で体力消費なし、練習バトルプレゼント、さあ、星のかけら最大140個プレゼントってことで、限界ギリギリまで食べまくって、今66。で、10連やるとプラス1個なんだけど、今日は10連ちょっと一気に終わっちゃうガチャのパターンなんだよね、これ。だから、これに関しては、1回ずつやろう。1個ぐらい少なくてもいいじゃないか。楽しんでやろうよ。さて、やりましょう。今回ニュース開いてみましょう。どんなものが当たるかと言いますと、これです。期間ガチャ情報、打点の支配セットが追加という形になってます。まず S ランクが打点師ベリアル、新しいキャラですね。声聞いてみましょうか。あ、声聞けないんだ。押せば聞けると思ったけど聞けなかったパターン。ですね、マックスレベルが50で S は50なのか。進化させると99になるんだね。 HP1614、攻撃力1312、ちょっと高めだね。コスト20、同キャラ使用制限が1と、スキルが攻撃力アップ、なるほどね。盤面の自分の悪魔属性のコマ1枚につき、コマのアタックが 1.1 倍、まあ標準的なスキルって感じですかね。コンボスキルアンダーコントロール、攻撃力アップ、なるほどね。相手よりも自分の駒が多い時に発動できる駒のアタック攻撃力が 1.4 倍になる。なるほどね。まあ、自力攻撃アタッカー型なんだな。このキャラ自体が、まあ、HP も高いし攻撃力も高いから攻撃型なんだな。スキルとかコンボとかそういうのじゃなくて直接攻撃が強いキャラと見た。そして次 A ランク、闇騎士イルゼ。これは A ランクですね。マックス45、HP が1120、攻撃力が1048とマックスで、攻撃力アップ、相手リーダーが竜属性の時に発動できる駒の、攻撃力が 1.8 倍になると。そしてコンボスキルアルブレイブ、攻撃力アップ 1.2 倍、まあ、攻撃型が多いな今回のガチャは。そしてセヘル、これもランク A でございます。進化可能という形でね。これは HP914、攻撃力805っていうところで、多分コンボスキル系の、キャラなんじゃないかな。メルコインカース、スキルダメージ、ダブルコインカース系だね。つまり自分がひっくり返したコマ、自分が、スキルっていうのは自分がこのキャラクターを置いた時に、相手のコマをひっくり返しますよね。そうすると発動する、置いた瞬間に発動するのがスキルで、コンボスキルっていうのはひっくり返して、直線上にね、同じキャラ、ね、自分の使ってる使用キャラが直線上に結ばれた時に、結んだキャラクターのスキルが発動するのがコンボスキル。なかなかちょっと説明が難しいんだけどね。まあ、要するにぶつけた相手ですよ。自分がひっくり返したコンボをぶつけた相手。その時に発動するのがメルコインカース。盤面の相手のコマ数かける100、130? コマ数かける 1?30 のダメージを追加で与えると。まあ、自分がひっくり返しても、自分が直接置いて、ひっくり返した。で、当てられて、ひっくり返った。ものでもダメージ換算と。これは強いぞ。今回狙うのは、セヘルだな。セヘルにしましょう。かっこいいしね、なんかね、キャラ的に。魔導士って感じだね。さあ、それでは、ガチャ、一発ずつ回していくよ。ガチャ、セヘル狙いで、ガチャを引く。いきます。1回ずつやっていこう。これちょっと長い動画になるよ。いいかな。さあ、1回ずつ引いていきましょう。ちなみにこのガチャ、上からこう星を入れます。星のかけらをね。そうしてなんかね、旧式のスロットマシンをガチャーンって回すような感覚。1回ですね。プレミアムいきます。下ろしてガチャる。1発目どうだ、確定数とかあるのかなって感じなんだけど、赤青、こっから黄色になれば熱いけどならない。シルバーのまんま。シルバーの場合は B ランクが多いね。シルバーコインが出てきて B ランクと持ってる。3体目筆紙なんともね。さあ次行ってみましょう。ガチャを引く2回目です。ガチャあります。ちなみに S ランク当たった時はさっき青色から金に変わるっつったでしょ。金に変わった時にほんとは金のメダルが出てくるんだけどプラチナ色のメダルが出てくると、ああまたシルバーのまんま、あー B ランクだな。何でしょうか。ニューキャラでしょうか。あ、持ってます。これも2体目です。なんか筆紙姫、次は何が出るのかな。次はなんか竜タイプが出そうな気がするな。いきますよ3回目。ゲージャンコーどうだ。なんか1回ぐらい金の演出みたいな。こっから金になったら熱いシルバーだ。3回連続シルバーだ。ついてないな。さあ何が出るかな。でも B ランクでも全然いいキャラクターいるからね。ああ持ってる2体目だね。これも攻撃力パッティーンのやつだな。さあいきます。ガチャル4回目です。1回ぐらいは A ランク出てほしいな。いきますよガチャンコ4回目。確定数みたいなのあるのかな。いきなり金だとかシルバーからシルバー4回目もダメだ。 B ランクですわ。これで金が出てくるっていう可能性もあるからね。まだわかんない、解明されてないからね。かぶった姫様。さあ5回目折り返しの5回目、5回やったところで金1回も出てないっす。4回目か、これ5回目だ。5回目やったらなんかね出てほしいな。いくぞガチャッタ頼むぞ。何かをこれ赤からシルバー金にならない。ほらあかんですよ。なんでしょうか。でも使えるキャラだったらいいんだよね。マンティコア、うん名前はいいんだけどね。なるほど。ひっくり返した枚数200ダメージを追加。コインカース、なるほどね。盤面の相手のコマ数 ×60 のダメージを追加で与えると。まあカース系は欲しいからね。これはまあまあ俺は今欲しいキャラだ。よし使えるぞ。折り返します。6回目いくぞ。まあ今希望としては毒キャラだな。毒キャラかコインカースとかカウンターヒットを持ってるコンボでダメージを稼ぐキャラが欲しい。あとはセヘルいくぞ。シルバー金になったよ。ここで出てくるメタルが金じゃなくてプラチナカラーだったら S ランク確定。うん金だ。よしセヘル来い。これはですね星さんヒーラーなんですよ。ヒーラーソニックウェイ、コマの 6% ダメージを追加で、これはコンボスキルでコンボスキル発動した時に自分のコマ数 ×100 の HP か自分の持ってるコマ数だな。まあ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 使えます。非常に使えます。これまだ持ってなかったです。いきますよ7回目。これしか当たんないのもなんかな。セヘルカモンセヘル来いセヘル来いセヘル来い。銅から銀になって金になった。来いよセヘル来いセヘルだぞセヘルだ来い。ラーです。ラーの妹も持ってるんですよ。ラーの娘か。ラーか、まあまあ標準的な攻撃パッティーンのやつですね。いや2回連続金が来た。3回目の消費時期いこうか。結構連発することがあるんだよね。いきますよ8回目ガッチャンコ来い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 セヘル来いよセヘル。さてうわあちょっと待ってスマホが震えた。確定した。これは多分 S ランク。ほら言ったでしょ震えたもん。うわっしゃ来たーセヘルじゃねえけど来たー。よっしゃ今ねベリアル当たったんですけどスマホがブルブルブルって震えた。見せてもいいが。よしベリアルゲッツ。わーおまあまあだまあまあまあ強いぞ強いぞ。さあ次行ってみましょう9回目セヘル狙い。セヘル狙いなんだ。セヘル来てくれればもう俺のツボ。まさに大逆転。逆転とかあんま関係ねえか。やられてないもんなガチだもんな。さあなんだ来いよ。シルバーだ。でも今スマホが震えたからねビリビリって。さああと1回かラスト1回だな。これはねデフォルトで持ってたな。ドリューズはい次いきます。ラスト1回いきます。ベリアルは出たい。セヘルが欲しいんだ、セヘルが。いくぞガッチャンコ、セヘルカモン、セヘルカモン。どうシルバーキング来た。スマホはブルブル震えてないから S ランクじゃないと思う。セヘル来い、セヘル来い。ザガムか、ザガム2体目なんだよ。ザガム2体目。あー、もう10回やったのか。いや、10回やってないだろ。10回やったか。あれもう1回やればいいんだ。僕はそういう頭の悪い男である。さあ、行くぞラスト1回。来いよ、セヘル。セヘルでいいんだよ、セヘルで。セヘル来い、頼むぞセヘル来い。シルバーキング来た。セヘル来いよ、頼む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 。セヘル来て、お願いお願いお願い。セヘル来いよ、セヘル来い。あー、まあ3体目です。イザナミはイザナミ3体目です。はい、じゃあこんなもんでにしときましょう。まあ一応キャラとしてはデッキ編成、間違えた、ちょっと待って、強化でいいか。強化から、はい、打天使ベリアルの S クラス当たりました。セヘルが欲しかったんだけどね。まあベリアルが出たから、まあ大逆転ということで終わりましょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。オセロニアガチャでした。バイ。